エドワード・エスペネット・ケースの立法アシスタントとして政治の世界に身を置いた。1981年にカリフォルニア大学のヘイスティングス法科大学院を卒業し、法務博士を取得した。1981年から1982年までハワイ最高裁判所判事であるウィリアム・エス・リチャードソンの法律事務員を務めた。1983年から2002年まで ホノルルの法律事務所、カール・スミス・ボールに勤めていた。1994年に、ハーイ州下院議員選挙に、第23区から立候補した。アメリカ緑の党のトニー・ワーストを破り、当選を果たした。1996年には、得票率69%で2選を果たし、1998年には、得票率70%で3選を果たした。2000年には、 対立候補が立候補せず、4選した。1999年から多数党院内総務を務めた。2001年10月に2002年のハワイ州知事選挙に立候補するも民主党予備選挙で明治広野に敗れた。本選挙では共和党のリンダリングルが当選を果たした。2002年9月28日に現職のパッツイーミンク会議員が亡くなり、 第107議会の議席が空席となった。予備選挙の1週間後という時期もあり、同年11月に行われた第108議会の会議員選挙でも民区が当選を果たした。ケースは2002年11月30日に行われた特別選挙に当選を果たし、民区の第107議会での残り2ヶ月の任期を引き継ぐことになった。翌2003年1月4日、 第108議会での民区の残り人気をめぐって、再び特別選挙が行われ、ケースが再選を果たした。その後、2004年選挙でも再選したが、2006年に上院議員選挙に立候補するため、下院選への不出馬を表明した。2006年の上院議員選挙への出馬を表明し、民主党現職のダニエル赤か上院議員と争うことになった。結果ケースは、 民主党予備選挙で落選したが、政界への復帰を諦めず、上院議員選挙に出馬する意欲があると述べた。2009年3月10日に、ハワイ州第一選挙区選出のニール・アバークロンビー、下院議員が、ハワイ州知事選挙への出馬を表明した。3月29日、ケースは、ハワイ州第一選挙区から立候補することを発表した。主な対抗馬は、民主党のコリン・花ナと、 共和党員チャールズ上だった。ケースは民主党の中でも保守系であり、花房はリベラル系と同じ民主党の中でも政策や支持者層が異なっていた。花房はエミリーズリストや地元の労働組合の承認を確保した一方、ケースは2006年に現職ダニエル赤が上院議員へ対抗して出馬した件をめぐって党首の部と対立関係にあった。 ケースと花房も、党の結束のために候補を一本化すべきだと主張した。民主党の議会の選挙委員会が仲介を試みたが、いずれも撤退せず、そのまま二人とも本選挙に出馬することが決まった。2010年5月22日に投票が行われ、共和党のジョンが39%の票を獲得し、当選を果たした。範囲州では1988年以来、 22年ぶりとなる共和党下院議員の誕生であった。花房は31%で2位、ケースは28%で3位であった。ダニエル赤カ,カ上院議員が引退を表明したため、ケースはその公認として上院議員選挙への立候補することを発表した。有力な対抗馬の明治医ロの下院議員とは2002年の州知事予備選挙の以来となる対決であったが、 ケースは再び敗北を喫した。ケースは2018年民主党予備選挙に参加。得票率40%で予備選挙に勝利し、現職のハワイ州副知事、ダグチンを含む他の6人の挑戦者を破った。知事、11月の本選挙では共和党のキャンベル・カバススを破り当選を果たした。2019年1月29日、ケースは中道右派の議員連盟。 ブルーロック連合に再加入を果たした。7月25日、ケースはドンヤング会員議員らとともにインド太平洋地域の重要性に対する議会の注目を高めるために会員太平洋諸島党員集会を設立した。党員集会は会員議員が太平洋の島国及び州の独特の環境、防衛及び経済問題についてより多くの知識を得ることも 目的とされていた。12月18日、ケースはドナルド・トランプ大統領の弾劾決議に賛成票を投じた。ありがとうございます。